アルミンとジャンを倉庫に拉致したのはディーブス商会の者たちだった。リヴァイ班は商会の会長ディモリーブスと取引し、彼の協力のもと中央憲兵を捕らえる。尋問の末、レイスケこそが真の王家だと知った一行は、憲兵団による捜索の目をかいくぐりながらエレンたちの行方を追い、レイス領へ向かっていた。その道中、憲兵団の一員として捜索に来ていた二人の憲兵と遭遇し捕獲するが、憲兵に変装して検問を突破し、エレンたちが運ばれた場所を探り出す。こんなことしか思いつかねえとは。ストヘスク憲兵支部所属、マルロ・フロイレンベルク二等兵、同じくヒッチ・ドリス二等兵、お前らの処遇だが。あんたたち南方訓練兵団出身なんだってね。兄と同じ。あいつがあの日以来見つかってないのは、巨人にぐちゃぐちゃにされたからでしょ。潜伏してた巨人の正体がアニ・レオンハートだったからだ。え？この世界のことを何も知らねえのはみんな同じだ。壁の中心にいる奴ら以外はな。協力させてください。この世界の不正を正せるなら何だってやります。ダメだ。お前に体制を敵に回す覚悟があるかなんて俺には計れない。行くぞ。二人をこの辺に拘束しろ。兵長、俺が。任せる。ここで見たことは忘れるよ。そりゃそうだ。ここで死ぬんだからな。お前らを信用できるわけねえだろ。俺の銃の方が早い。待て、俺は味方だ。じゃあ俺にナイフを渡してみろよ。それができたらお前を信用する。あんたが命を懸けて戦い続ける限り俺はあんたを信じる。お互い半端もんで助かったな。お前の覚悟は証明できた。これなら兵長も納得する。俺たちに力を貸してくれ。